ーとか、おにぎり、温めまーとか、温めーとか、袋でめめーとかさ、日本人なら日本語を出してください。僕も困ります、朝一から。はい。袋が向こう投げ上げーとか、向こう回ってまーすとか、向こう取ってまーすとか、もうちょっとこう、声が出るか普通にこうしてほしいです。フクロウですとか、夜勤明けで眠たいのはわかりますが、もうちょっと出るようにね、気持ちはわかります、わかります。出したくないのはわかります。もうちょっとこう出るような感じで、向こうでとかじゃなくて、向こうですとか、止まりますとか、発車とか、行きますとか、発車、次は新宿で次は行ってみようとか、発車オッケー発車とか、こういう風にね、声を出してもらいたいんですよ。はい。もう本当に困ります。コンビニ行くたんび、スーパーもかもわかんないけど、コンビニの店員ほど声が低いものはない。女性なら仕方はないかなと思いますけどね。はい。まあ、自分の声がちょっとでかいっていうのもありますが、はい。本当耳が遠いんでね。朝一から疲れた。あれ？まあそれだけコンビニの店員っていうのは本当に声が出ない人が多いです。はい。ただそれだけです。あとは知りません。どうでもいいです。はい。どうであれ、なんであれ、知ったこっちゃないと。はい。はい、そうです。そういうことです。またコンビニの店員に復唱して、俺はこうですって言うと、またね、うにゃうにゃうにゃってなって嫌な気分でしょ？自分もあんまり声が出ないんでしょうから。はい。そういうことでした。失礼します。はい。あら。ああ、疲れた。本当にコミュニケーションはですね、不足してると本当にわけわからんですよ。はい。本当に疲れます。うん。うん。参りました。はい。特にこの春の時期ってやっぱり人間、ストレス溜まりますよね。やっぱ暖かくなるっていうのもあるし、こう、なんですかね。やっぱりこう、やっぱストレスが溜まる時期なんでしょうね。新入生、新学生、ね、社会新社会人もいて、はい。やっぱ自殺も多いし、やっぱり、この時期はやっぱりストレスが溜まります。はい。うん。はい。はい。はい。